せよ、하나입니다。はい、先に言うときます。今回のアイテムめっちゃ可愛いです。めっちゃ可愛いというか、新しいというか、おお、なんか勝負してきたなみたいな感じのアイパレット、そう、アイパレットになってます。またかいって感じなんですけど、私が連続でね、最近アイパレットの動画を上げてるので、またかと思った方いると思うんですけど、ちょっとここでね出ていかずに最後まで見てください。で、そのめっちゃ新鮮な新しい可愛いアイテムが、こちらのエチュードハウスから今回発売されたプレイカラーアイズカサフィックになります。で、こちらのアイパレットは前回ブルベブキに出されたこちらのダスティーキャットのアイパレットをエチュードとコラボして作った、韓国のメイクアップアーティスト兼インフルエンサーともして活躍されているレオ J さんという方が今回イエベ向きに出したアイパレットになってます。で、このダスティーキャットを使ったアイメイクは前回のメガネ氷の時にもね、このアイパレットを使ってメイクしているので、気になる方はそちらの動画も見てみてください。で、秋に発売されるイエベ向けのアイパレットって聞いたら、あー、イエベ秋優勝系かって多分思う方いると思うんですけど、もうノーノーノー。色味を見てもらったら分かる通り、イエベ春秋問わず使えるなんとも絶妙な色味になってます。で、こちらのダッシーキャットが発売されるや否や韓国本国でも大人気やって、その時にイエベ向けの色も出してほしい、レオ J さんが作るイエベ向けのアイパレット欲しいっていう声がたくさんあったみたいで、待望のレオ J さんとエチュードのコラボ第2弾ということで、今回こちらのカサフィックが発売されました。このパレットを韓国で発売初日にレオ J さん本人がネットショッピングの生放送で販売をしたんですけど、なんと6分で完売した大人気商品になってます。で、そんな韓国本国でも発売当初から大人気のこちらのカサフィックの色味を今から紹介していきたいと思います。今回発売されたこちらのパレットを韓国名でカサモアカという、イチジクという名前の通り、イチジクをイメージして作られた淡すぎずでも明るすぎない絶妙なコーラルカラーの色味になってます。そしてダスティーキャットと比較するとこんな感じで、同じベースやポイントカラーでもブルベ、イエベに似合う色味でしっかり分かれているのが一目で分かるかと思います。そして見てもらったら分かる通り、今回発売されたカサフィックは最近のアイパレットでは珍しい全色マットタイプになっています。で、一番こちらの色味はベースにもってこいの少しピンクがかったカラーになっていて、2番の色味は声だけ塗っても目元を明るく見せてくれる上にチークとしても使える色味になっています。3番のこちらはローズピンクカラーになっていて、名前の通りイチジクジャムを連想させるポイントとして使える色味になっています。4番のこちらも実際に塗ると少しピンクがかった色味になっていて、三角ゾーンや陰影にもってこいのカラーになっています。5番の色味はオレンジコーラルのカラーになるんですけど、コーラルすぎない色味なので、イエベ秋の方でも使ってもらえる絶妙な可愛いカラーになっています。6番のこちらは陰影や鼻のシェーディングにもってこいのベージュカラーになっています。そしてこのパレットのポイントが、この一番下の左の2つの色味で最近流行りの涙袋メイクができるようになっています。7番の明るい色味で涙袋を強調させて、8番の色味で涙袋の線を描いてあげるとグリッターなしでも自然な涙袋が出来上がります。そして最後9番の一番濃いカラーでアイライナーとして使ってあげると、アイメイクからチークまで完成できるパレットになっています。では早速こちらのアイパレットを使ってメイクしていきたいと思います。まず一番最初にここの色を筆にとってアイホール全体に塗っていきます。毎回私言うんですけど、こんな色ね塗っても意味あるんかって多分思う方いると思うんですけど、このグラデーションを今からこうやってね目の上で作っていく際に、こういう薄くね色がついてる色を最初に入れといてあげることで綺麗にグラデーションできるし、何よりパウダー代わりになって今からのせていく色の発色がね良くなるので、こういう塗っても意味のなさそうな色をちゃんと塗ってあげることをお勧めします。全体的に囲むように塗れたら、次はこちらの色をこういう筆にとって二重線よりちょっと上目に広げていきます。二重線よりちょっと上目に、この色もね絶妙に可愛い、オレンジピンクコーラルみたいな、オレンジとピンクを綺麗に混ぜたようなコーラルの、ね、色味になってるけど、私コーラル系塗ったらちょっと顔が浮くんですよ。でもコーラルすぎひんから、イエベ秋さんでも全然使ってもらえる色味になってると思います。で、ここの涙袋のところにも少しだけね薄く広げていってあげます。次ここの色味を筆にとって目頭と目尻部分に塗っていきます。
多分このピンクだけこうやって見たらめっちゃなんか濃くないって思うと思うんですけど、発色が見た目以上に結構しっかりつきすぎひん、いい意味でしっかりつきすぎひんからグラデーションしやすいです。こういう色使いたいけど濃いメイクは自信ないっていう方でも薄付きになっているので調節しやすいかなって思います。私多分10月からエチュードのオータムクローゼット、クッキーチップスでこのカサフィックをね紹介してるんですけど、エチュードほんまに最近めっちゃ急にアイシャドウに力入れ始めて、しかも全部めっちゃめちゃ可愛いし、でも、ね、ほんまに難点がブラシでやるとこの飛びがちょっと気になる。手でするとね気にならないんですけど、ブラシでするとどうしてもちょっとこんな飛びが気になるのが欠点なんですけど、とか色味がめちゃくちゃ可愛いのでもう気にならへんレベルで色味が可愛いこんな感じの目元になってます。私こういうのが終わったらいつもグリッターをね乗せるんですけど、今回見てもらったら分かる通りグリッターがないので、早速このさっきも説明したここの一番下のここの2つを使って涙袋を作っていきたいと思います。なんか最近この涙袋を作る4色のねアイシャドウパレットとかが出てるのもあると思うんですけど、これのねこの2つだけで涙袋を作ろうっていう発想をするのがなんかレオ J さんらしいなって、さすがメイクアップアーティストの方やなって思いました。なんかすごい発想というか、ほんまにこのパレットで全部叶っちゃうよっていうじゃあ今から涙袋をね作っていくんですけど、涙袋の線を描いていきます。見えるかわからないのでちょっとアップしますね。今全然涙袋がねないのが分かると思うんですけど、こういうブラシにここの色味を取ってもらって、この色味がまた絶妙に濃すぎひんし薄すぎひんからめちゃくちゃ影に持ってこい。ほらこんな感じで涙袋の線が描けたら、この一番明るい色をこのね小指に取ってもらって涙袋を強調させていきます。分かるかな。こっち今1回だけ今パッと塗ったんですけど、涙袋がパッと浮き出てきた感じに見えてると思います。涙袋ってどうしても私もグリッターじゃないとなんか安心できひんというか、グリッターなしっていうのは考えれなかったんですけど、このパレットを見てからこんな感じもできるんやって。こんな感じの色でも若干シマータイプというかグリッターが混ざってるのが結構 TWICE のメイクさんとかもね多いと思うんですけど、ほんまにこれはもう全くグリッターが一切入ってない色味なのでベースとしても使えるし、こういう感じで涙袋を強調させるのにももってこいの色味になってます。これもまた明るすぎひんからなんかボコって不自然に出てる感じもなくて、しかもイエビに似合うちょうどいい色。ちょっともうちょっとだけさっきのここの色とこの色混ぜてアイホールにちょっと広げていきます。どうしてもやっぱりグリッターがないのでいつもグリッター使ってる方には物足りひんかなって感じなんですけど、そういう時はこういうちょっと色味のついたものをこういう感じで眉毛の下ぐらいまで塗ってあげると色味が出てきてパッと華やかになるので、そういう方法もおすすめです。こんな感じで薄くこの上ら辺までグラデーションしてあげたら、次この一番濃い色味をこういうブラシにとってアイラインの線を描いていきます。これもまたね絶妙にイエベがアイラインとしてこのパレットの中で使える色味なんですよ。こんな感じでブルベ用に1個前の出されたダスティキャットと比較するとこんな感じで絶妙に、こっちの色はピンク紫がかってるちょっとグレーというか、ほんまにブルベさんが使えるこういう濃い色で、こっちは若干黄みオレンジがかったブラウンになっているので、こうやって見たらねブルベイエベっていうのがパッとわかると思います。ほんまにちょっとした差なんですけどすごいなってやっぱりここの色味を取ってもらってアイライン描いていきます。今日は別でペンシルとか使ってアイライン引かないのでこれだけでアイライン描いていきます。こことここをちょっとだけ混ぜて三角ゾーンに色を少しだけ入れてあげます。横に横にね、ここに私いつもペンシルで色を入れてるんですけど、今日はもうこの色を使って入れていきます。今回グリッターがなくて涙袋が目立ちにくいと思う方でも、ここの目頭側のここにね線を引いてあげることで涙袋がさらにより強調されやすくなります。はい、じゃあこんな感じでアイラインまでかけたらビューラーとマスカラをしていきます。今回はグリッターを使ってなくて結構ナチュラルなメイクに仕上がるので、マスカラをしっかりしてあげます。
はい、じゃあこんな感じでマスカラまでできたら、次はここの色味をこういうね筆にとってチークを塗っていきます。今回はちょっと可愛らしいイメージにするために目の下に塗っていきます。で、少しずつ少しずつね広げていきます。こんな感じで塗れたら、もうシェーディングは終わってる状態なので、次最後リップを塗っていきます。リップはもうおなじみのね、こちらのフィクシングティント5番、ムッドナイトムーブを塗っていきます。これが今回のメイクに結構ぴったりな色味かなと思ったので、これを選択しました。この色味は結構ブルベさん向けの色味になってるんですけど、このアイパレットで結構相性がいいかなって個人的に思って、で、手でポン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 ってしながらグラデーション作っていきます。こんな感じでできたら、この6番ソフトウォルナットを少しだけ塗っていきます。これが結構色がしっかりしてるので、ほんまに内側にちょっとだけ、こんな感じ。最後にハイライトを入れときたんですけど、今回はこのルックインマイアイズ EE121 番の色味を使って、ちょっとだけ立体感をね入れていきます。ちょっとだけ薄く上にも。はい、じゃあこんな感じでメイク完成したので、髪の毛も全部セットしていきたいと思います。はい、じゃあこんな感じで髪の毛も軽くセットしてきました。で、今日はですね、最初にもお伝えした通り、こちらの前回発売されたブルベブキのアイパレットダスティーキャットに続いて、今回発売されたこちらのカサフィックのアイパレットを使ってメイクしてみたんですけど、いかがでしたでしょうか。私がメイク中にも言ったんですけど、グリッター大好き女なので、グリッターなしでこういうメイクをしたのが多分今まで出した動画で初めてじゃないかなと思います。こんな感じでしっかり心をね、涙袋のキットを使って涙袋も作れてるし、グリッターがないことで他の色味がねちゃんと強調されてて、清楚系なメイクに慣れてるかなと思います。で、もしこれはグリッターないけどグリッター足したいよっていう方は、こういうシングルアイシャドウでポイントだけねつけてあげるとかでも全然いいので、ほんまにねこのパレットはデイリー使いにもってこいの。イエベ春秋問わずどころか、季節も問わず365日ずっと使える色味のねパレットになってるので、イエベさんにはぜひ一つ持っていてほしいパレットになってます。で、こちらの商品まだ日本で発売されてないと思うので、日本で発売された際にはぜひ皆さんもチェックしてみてください。はい、ということで今日の動画が参考になったなという方は、チャンネル登録と高評価、そしてインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。アンニョン。